あの何でしたっけ、ダヴィンチ、レオナルド・ダヴィンチのね、こういう人のやつあったでしょ、はいはい、こうやってね、丸の中に四角があるし、この四角の中に丸があるしという、こういう発想でね、ちっちゃいやつね、自分より背低いやつはね、うん、第一段階ね、上にお皿作りますと、真っ平らにね、真っ平らにお皿作ってこういう風な格好にすると、はい、2番ね、この真っ平らのとこからこう角を落としていくというので、こう丸くしていく、ほっとくとね、どん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 大きくなるから、あの高さ下げてあげたいんですよ。それでまずはここをね、お皿作る、もうね、真っ平らなやつ作るつもりで、ハサミの使い方は前にも言ったように、はい、片側固定してね、たくさん切るように、はい、こういう風にしてください。これぐらい、おー、ごっつい切っとんなと思うでしょ、うんうん、大胆にいくなと思うじゃないですか、うん、そうでもないね、そうやね、はい、つけとるね、はい、もうザビエルというかアルシンドというか、うんうん、で、これアルシンド頭してからね、こう角取っていくと、うん、いう風にしたらうまくいきますから。で、この時も片側抵抗ですね、はい、こういう風に動かしていく、はいはい、これぐる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 ね、自分が回りながらやった方がね、うん、うまくいくと思います。うん、こういう感じ、なるほど、綺麗に同じ角度で回った方が、はいはい、うん、鼻の後にやるっていうのが、まあ一つ鉄則みたいな感じだよね。うん、で、鼻の後やったらば、きつく刈り込んでも、うん、来年の花芽の形成には問題ないから、ね、はい、それからよくあるんは、なるほど、家の人がやったり素人がやるんは、このふわふわの柔らかいやつだけこなしてきてね、うんうんうん、そうするとね、年々でかくなる、うんうんうん、でこれでこう切っていくと、でこう刈っていくと、はい、でこういうような感じでね、うんうん、あの最初に作ったお皿を角を取っていくと、うんうん、こういうふうにやっていって、体もこう回りながらね、こういう感じね。それで自分より下にあるもんは歯を下向けてこなしてから、うんうんうん、こうね、こなしててっぺん刈るときはこうやってやりやすいです、うんうん、はい、それでこなして角取る、歯返してね、こうやっておいて、これで角取っていく、うんうん、それでこのハサミでね、これはあの効率よくたくさん刈る道具なんですよ、はい、これのハサミでね、こなして点で勝負する人おる、このちょっとこれなしに面を出していく、たくさん刃渡り使ってたくさん切るようにこうね、うん、早く動かすなんか今のところ必要ないんです、うん、たくさん切るように効率よく、うん、でこう角を取っていくようにこう切ると、はい、ね、うん、それでここなんかもこう、うん、こういう感じ、なるほど、こういう感じ、うん、と、うん、最初にね、あのハゲ頭でフラットなお皿粉を作ったんやけど、うん、全然平らなことないんですよ、まん丸なってきたでしょ、だから上をね、真っ平らにするぐらいの気持ちで最初にお皿作っとかないとまん丸になってきます。それはダヴィンチシステムなんですよ、うん、四角の中に丸があると、なるほど、丸のてっぺんっていうのは意外とね、地球と一緒ですよね、水平線近いと、こう切っといても大丈夫、これはこういう風にね、角を取りながら回りながらね、はいはい、回りながら一等しやすいですよね、うんうん、こういう感じで丸くしていきます。でこうね、はい、で横なんかもね、さっきと一緒で、例えば人が通る、後ろに石がある、駐車場の邪魔なる、ね、こういうとこもまっすぐ切ってまいります、うん、ここ丸くなかなかしにくいんで、うん、なるほどね、これね、うん、ここはもうこの線で行こうかと、うん、こう決めるわけ、なるほど、それからね、角を取っていく、うん、はい、そうするとね、切れくなる、でこっちもね、うん、ここぐらいで切ろうか思ったら、もうここまっすぐでいいと思う、うん、なるほど、もうこれはこうやと、うん、そうじゃないとね、丸く丸くしながら、ちょっとずつちょっとずつ刈りながら丸くしながらやったら全然仕事が終わらないんで、うん、ここはこうやと、うん、それから気持ちしてもってから、うん、角に丸みを出させていくと、うん、そうかそうか、はい、そうなんです、それで、そうです、もうこれ決めてまうと、うん、はい、これは自社開発のダヴィンチシステムなんで、うん、なるほど、うん、こういう感じ、うん、そうするとね、早いし綺麗しね、うんうんうん、はい、こういう風に丸くなっていきます、なるほど、はい、でよくあるんがね、うん、他の木との兼ね合いはここ、うん、これでこっちね、石がね、はい、ここをね、
普通通りこなしてしょったらしにくいんですよ、うん、しにくいなと、うん、すごいしにくいんやけど、ここはねどうなっとうかこの話見てね、ハサミ放り込んでまん、まずこう、あ放り込んでまんよ、こう、あさっきハサミ放り込んでまえと、なるほど、こういう感じ、うんうん、それでザクッザクッと切ってまえと、直線になってもうしょうがないんですよ、うん、これからねこうカード決めていこうか、うん、そうですね、うん、線を出してまおうと、うん、で面で勝負するよと、うん、ね、うん、こういう感じ、これ応用ですよね、うん、後ろから見えへんしね、うん、これ以上大きくなるわけにいかないじゃないですか、ね、うん、石があったら返してください。これはねこれなんかがね、これ見えますか、これなんかはね去年切った男なんですよ、はいはい、これ今年切ったでしょ、うん、で柔らかいとこばっかりしとったらやがて巨大化してしまうから、うん、あの去年切ったとこよりもう一つ下げてね、もう一段切りたいんですよ、うん、だからこれで触ってね、こう硬いのがあります、はい、硬いのはね中にほじってまう、うん、そしたらほじったとこから今度新しい芽が出て柔らかい葉っぱで外周を構成すると。なるほど、これ触って硬いところにはね太い枝がついてます。これ見てください、はい、本当やね、これ取ってもでも大丈夫なんで、うん、こう、なるほどね、これで中に光入れば、うんうんうん、中から新しい葉っぱ出て、うんうんうん、大きさを維持できますから、こう触ってね硬いやつは中でほじってまう、うん、で樹幹のラインの中にほじった切り口隠してまう、そうそう、うんうん、特別硬いやつだけねこなして、そうしながらねさっき買ったゴミね出すと、取りながらね、うんうんうん、そういう感じですね。それでまた離れてみてね、これも丸いか、うんうん、離れてみて丸なったかとちょっとこうね、うん、これもやっぱり 10% ぐらい買ったらちょっと離れてまた遠くから見て、うんうん、やっぱりぐる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 回りながらしたらね、あの自分がやったやつの経験になりますから、うん、球体が地面に接する時っていうのはこうなっとるはずなんですよ、ねうん、そういう風にしてください。ボタッとね餅が潰れたみたいな格好が下手くそが、うん、この木はねゴミが溜まるからこれ出してあげてね、はい、こう入れてあげる、ね、でまあこのきついのをほじって、うん、元気のあるやつをほじって中入れてまうことで、うん、新しい葉っぱが外周にくるんでね、いち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 毎年こなしてきついやつほじってると毎年楽なんですよ、うんうん、そうやね、ふわっとするよね、で大きく、大きさを維持できると、うん、中に葉光が入って小さい若い葉っぱが出てね、うん、新陳代謝もなるしね、綺麗な状態になります。あとはねごっつ切っとんなというぐらい切ってもこの時期やったら大丈夫、うん、はい、それでね、あのバリカンだけでやる、うんうん、公共事業の人とかって、うん、どんどん年々大きくなるんですよ。ほじったとこはね、あのラインの中に隠しとけば、うんうん、もうそうですね、数週間でもう葉っぱが出てくるから、もう目立たなくなる、見えようになりますから、うん、こういうやつね、切ってくださいね。こんなもんでいいと思いますね、うん、あとやっぱ離れてみて飛び出しとるとこないか、うんうん、ね、これぐらい切ります。これもあの平戸ツツジもあの同じように頭お皿作るようにというので進めたらいいと思います、はい、ただしね、さつきはちっちゃい枝がいっぱい枝分かれしとるけど、平戸ツツジはちょっと枝が荒いじゃないですか、はい、間隔が長いというかね、はい、だから同じぐらいのハゲにしたらほんまに枝だけのズタボロになってまうから、なるほど、ちょっと遠慮がいりますよ。なるほど、だから緑残すように、うんうん、葉っぱが残るぐらいのギリギリぐらいで切らない。なるほどね、はい、あとは一緒です。こう切ってもてからこれで刈る、うんうんうん、これで刈りながらぐるぐる回りながら太いやつもほじってまう、うん、で中のゴミね取ると、うん、毎年僕らがやっとうとこは中にそんなゴミなんか入ってないけど、うん、新しいとこなんかはもうごっつい、今までの人がどんな仕事しとかによって中にゴミだらけ、うん、枯れ枝だらけだから、もしね中に枯れた枝があればね、